こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ。クレカ決済の限度枠を広げたいです。クレカの上限更新方法を教えてください。というテーマについてお伝えします。それでは、早速いってみましょう。この動画では、私のコンサル生が、クレジットカードの限度枠を広げたいってことで相談がありましたので、 ぜひね、お答えさせていただきますえ。メルカリなどで利用するね、クレジットカードなんですけど、この限度額なんですが、例えば、楽天カードなどで、使用すればするほど限度額が順調に上がってきます。で、はじめは50万スタートなんですけど、使えば使うほど最大ね、 200万まで上げることができます。で、これは、えー、無料で使えるクレジットカードの限度ですね。おそらく。で、他にもですね、T カードですね。これも200万までが限度です。はい。で、これ以上になりますと、まあ、例えばね、有料のゴールドカードとか、そういったね、カードになってきますので、無料でね、クレジットカードを利用するときは、どのカードも、 多分なんですけど、200万が限界だと思います。なので、ぜ、ま、ひ、あ、ね、まあ、フリマアプリ、まあ、メルカリ等でね、クレジットカードでいっぱい買いたいって方はね、ぜ、ま、ひ、あ、ね、あの楽天カードなどの無料のクレーカーを、ね、使っていただければどんどん増えていきますので、ぜ、ま、ひ、あ、利用していただければいいかと思います。ぜひ試してみてください。LINE 登録お願いします。 LINE 登録していただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げるマルヒーマニュアル、プレゼントします。なぜ10万円稼げるか詳細に記載します。ぜひ楽しみにしてください。登録者さんにニックネームかスタンプお願いします。よろしくお願いします。本日は最後見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。